欧州委員会委員長は欧州連合の政策執行機関である欧州委員会の主犯。欧州連合の役職では最も強力な権限を持つ。委員長は欧州委員会の委員の担当職域を割り当て、また必要であればその担当職域の変更や委員の解任を行うことができる。また委員長は委員会としての政策方針やすべての法案を策定する。 欧州委員会委員長の役職が創設されたのは1958年のことであり、欧州理事会と欧州議会によって任命される。任期は5年で、委員長は委員会と共に、両者に対して不信任を決議することができる欧州議会に対して責任を負う。現任者は2019年12月に就任したウルズラフォンデアライエンで、バルター・ハルシュタインから数えて13人目。 また初の女性委員長である。詳細は欧州委員会遠隔及び欧州連合の歴史を参照欧州委員会委員長は1950元々委員長は委員会の主席の役職に過ぎなかったが、共同体に対する影響力は強められていった。ジャック・ドロールの在任期間に委員長職は次第に大統領制的な性格を強めていき、 サンテール委員会の総辞職のような事態があったものの、委員長は委員会において支配的な権力を持つようになった。初代委員長、バルター・ハルシュタイン欧州委員会が現在のような形態で創設される以前には、欧州石炭鉄鋼共同体の最高機関というものが設置されていた。現在の形態を持つ委員会は1958年発行の欧州。 経済共同体設立条約によって同共同体の委員会として設置され、1967年発行のブリュッセル条約によって欧州石炭鉄鋼共同体の最高機関と欧州原子力共同体の委員会を継承した。欧州経済共同体委員会の初代委員長にはバルター・ハルシュタインがつき共同体法の整備に着手し、加盟国の国内法に影響を与えた。 加盟国政府は当初、ハルシュタインによる運営を委員長としてスタンプを押す程度のものとしてあまり気に留めていなかった。ところが、欧州司法裁判所によってその権威が支持されたことにより委員会の活動はより真剣に受け止められていくようになった。1965年にハルシュタインは共通農業政策に関する案を推進したが、これは共同体に 独自の財源を与えることになるもので、委員会と欧州議会に対してより強い権限を与える一方で、閣僚理事会による農業分野での拒否権を排する性格を持つものであった。このような政策案に対してフランスは直ちに反発した。ハルシュタインはこれらの政策が論争を起こすということを分かっていたが、農業を担当する委員を飛び越えてまでも、 共通農業政策案を作成した個人的責任を負った。ところが欧州議会が自らの権限強化につながることからハルシュタインの提案を支持し、またハルシュタインも閣僚理事会に提出する一週間前に欧州議会に政策案を提示していた。ハルシュタインは加盟国の反対を押し切るのに十分な欧州統合支持の波が起こるのを期待しつつ、 共同体がどのように機能するべきであるのかということを示そうとしたのであった。ところが、この一件でハルシュタインは冒険的な提案を出すことに対して自信過剰となっていった。ハルシュタインの提案や行動に対してフランス大統領シャルルド・ゴールは共同体の超国家的権限の強化に危機感を抱き、ハルシュタインの国家元首のような振る舞いを非難した。その結果、 フランスは閣僚折次会から代表を引き上げ空席危機を引き起こした。この空席危機はルクセンブルクの妥協で決着が図られ、ハルシュタインはスケープゴートとされた。閣僚折次会はハルシュタインの再任を拒否し、それ以降はジャックドロールが就任するまでダイナミックな委員長が登場することはなかった。ハルシュタインの業績によって、 委員会は実態を伴う活動主体となった。1970年代の委員長は、通貨同盟など、当時の主要な政治課題に取り組んでいった。1970年、委員長、ジャンレーは、共同体が独自の財源を持つということを確固なものとし、1977年には、ロイ・ジェンキンスが委員長として、初めて共同体を代表して G7 に出席した。 ところが1973年と1979年の石油危機などの経済問題などでヨーロッパの統合が棚上げされ委員長は統合構想を立ち切れないようにすることしかできなかった。共同体は加盟国が主導することになりまた時事的な問題を協議する場として欧州理事会が創設された。ところがそれでもなお閣僚理事会は共通農業政策など 順調に進んでいる主な計画に口を出すことができなかった。共同体は経済の低迷や予算案への不一致などから欧州効果省とも呼ばれる混迷期に入り、またトルン委員会で委員長ガストン・トルンはその影響力は大きく行使することができなかった。ジャック・ドロール委員長職に大統領的な性格を与えたジャック・ドロールが委員長に就任すると、 委員会はその地位を取り戻していった。ドロールは共同体に方向性や原動力を与えたことで最も成功を収めた委員長とされている。インターナショナルヘラルドトリビューン氏は2期目の満了時にドロールの業績について次のように表している。ドロール委員長は欧州共同体を低迷から救い上げたのである。ヨーロッパ非関論が最高潮にあった中でドロール氏は 委員長に就任した。元はフランスの財務省でほとんど無名であったが、ドロール氏は活力と希望を欧州共同体と沈んでいたブリュッセルの委員会に吹き込んだ。1985年から1988年にかけての1期目においてヨーロッパに単一市場を求める声を取り戻し、2期目を任されるとヨーロッパ人を経済、通貨、 そして政治の統合というさらに野心的な目標に借り立てた。インターナショナルヘラルドトリビューン従来は欧州議会の判断を挟むことなく欧州理事会が全会一致で委員長と委員会を任命してきた。ところが1993年発行の欧州連合条約で欧州議会は委員長の任命について諮問を受ける権利と委員会全体に対する拒否権を得た。 欧州議会は、その諮問を受ける権利を委員長人事案を拒否する権利と考え、欧州理事会もその考え方をやむなく受け入れた。その後この拒否権はアムステルダム条約で正式なものとされた。また、ニース条約では委員長の任命を全会一致から条件付き多数決で決することに変更された。これはつまり委員長の専任過程における 欧州議会の立場が大きくなり、ある会派がいわば政権会派となる議員内閣制のような制度となった。特に2004年の委員長の選任にあたっては、多くの候補者が挙げられたが中道右派グループが左派グループ、フランスやドイツに勝利した形となった。さらに、欧州議会がバローゾの提出した委員会人事案に対して否決し、バローゾは 人事案の取り下げを余儀なくされるということが起こった。パローゾ2004年の選挙で勝利した欧州人民党に所属している委員長と委員会の任命については欧州連合条約第17条第7項でその手続きが以下のように規定されている。欧州議会選挙の結果を考慮し、また適切な協議を行った上で欧州理事会は条件を満たした多数でもって 欧州議会に対して委員長候補を提案するものとする。委員長候補は欧州議会によってその構成員の多数でもって選出されるものとする。委員長候補が必要な多数を得られなかった場合には欧州議会は条件を満たした多数でもって同様の手続きで欧州議会によって選出されるような新しい候補者を提案するものとする。理事会は次期委員長と協力して 理事会が委員会の委員として任命しようと提案する他の人物の一覧を採択するものとする。委員候補は加盟国からの提案に基づいて第3項第2弾と第5項第2弾に定められた基準に従って選出されるものとする。欧州理事会での条件を満たした多数で候補者を出してきたが欧州議会が関与したり欧州連合の政策、しかしながら このような状況になってきたにもかかわらず、欧州理事会の議論はもっぱら密室で行われている。ジャック・サン・テールの指名においては、その議論が非公式に行われ、メディアは漏れ伝わる情報に頼ることとなった。このような選考過程は、新たな基本条約で導入された、協議の理念に反するとして、欧州議会の議員が不満を示した。社会主義グループ代表のボーリングリーンは、 欧州議会は民主的なプロセスを傷つける行動の感化を認めてはならないとする会派の考え方を明らかにした。1999年と2004年の選任においても同様の状況が起こり、バローゾの指名においては協議のプレスリリースを出すこともなく各首脳の間での非公開の会合が行われた。これについても欧州議会議員から批判され、 欧州自由民主同盟代表のグラハム・ワトソンは、バローゾの指名過程を、ユストス・リプシウスでの重毯子と表現し、最小公倍数しか生まないとした。また欧州緑グループ、欧州自由連盟共同代表のダニエル・コーンベンは、欧州議会でのバローゾの演説の後に、バローゾに対して、あなたが最良の候補者であるならば、なぜあなたは最初に演説しなかったのかと尋ねた。 欧州理事会がこれまでに指名してきた委員長候補は加盟国で首相などを経験した政治家であることが多かったが、このことは必ずしも要件ではない。2004年当時作成された欧州憲法条約案では委員長候補の選出にあたっては欧州議会議員選挙の結果を考慮しなければならないという規定が盛り込まれており、これはつまり 委員長候補は選挙で勝利した欧州規模の政党から指示を受けていることを求めている。この規定は2004年の委員長指名への時点では、効力有していなかったが、直前の選挙で勝利した中道派の欧州人民党が自らに属する人物を押すこととなった。この結果、欧州人民党はジョゼマヌエル・バローズを候補者として選んだ。 また同様に2009年の欧州議会議員選挙でも欧州人民党はバローゾの再任を支持し実際に選挙に勝利したことで欧州理事会からバローゾの次期委員長氏名を得た欧州理事会による選出にあたってはこの他の基準として候補者がヨーロッパのどの地域出身であるか候補者がどのような政治的影響力を持つか どのような言語を話すことができるか、出身国でどれほどヨーロッパ統合が進んでいるかということが挙げられる。具体的にはあまり大きな発言力を持たない加盟国からも支持を得ていることや候補者の出身国がユーロ圏や支援源圏に含まれていることが挙げられ、またフランスは候補者がフランス語に堪能であることを求めている。委員長の指名には大国出身者の次は 小国出身者、左派系所属の次は、右派系所属とする合意があるのではないかという仮説があり、実際に、ロイ・ジェンキンスからジョゼ・マヌエル・バローゾまで、そのような法則に従っている。しかしながら、実際には、政治的な対立や加盟国間の連携で、委員長が選ばれてきている。例えば、ドロールの委員長選出の際には、クロード・シェイソンを、 またロマーのプローディの選出は、フランスとドイツが非フェルホーフスタットをしていたことに、対して反発した13カ国が連携して支持した結果であった。詳細は、欧州議会議員選挙を参照2008年2月にバローゾは、委員長の民主的正当性について、理論上は、首相と同じ正当性を持つとされていたが、実際にはそうではないとして問題があるということを認めた。 特に、欧州議会議員選挙における投票率の低迷、つまり、ヨーロッパ規模での政治という考え方が、市民の間で欠如していることが委員長の民主的、正当性に疑念をもたらしているのだが、これに対して市民が投票の際に、委員長候補者を示されていれば、近年の欧州議会議員選挙の投票率は、上昇していただろうという分析がある。欧州憲法条約では、 委員長の指名にあたって、欧州理事会は、直近の欧州議会議員選挙の結果を考慮しなければならず、さらに、欧州議会は、欧州理事会が指名した委員長候補を、単に承認するのではなく、選出するとされていた。これは、欧州議会の会派に委員長候補を立てさせ、欧州理事会は選挙で勝利した政党の候補を、指名するというものとして考えられた。 この方法は2004年に一部が実際に行われ、欧州理事会はその年の選挙で最多得票を獲得した政党に所属する候補を委員長に指名した。ところが、その選挙で実際に委員長候補を立てていたのは欧州緑の党だけであり、欧州緑の党はこの選挙において参加する各国の政党での合同の選挙運動を展開した初めての欧州政党であり、この時は ダニエルコーンベンを委員長候補としていた。これに対して他の欧州政党は内部に抱える事情から委員長候補者を示すことができず、欧州人民党が数名の人物を委員長として望ましいとしていた程度であった。欧州憲法条約は批准手続きが断念されたが、これらの規定は2009年12月に発行したリスボン条約に若干の修正を加えながら引き継がれた。 リスボン条約では2009年の選挙で欧州政党が候補者を立てるために欧州政党の役割を強める内容が盛り込まれた。欧州自由民主改革党は2007年10月の党大会で合同選挙運動で委員長候補を立てるという考えを示していた。委員長は再任が可能で任期は欧州議会議員選挙の6ヶ月後を起点とした5年間である。 この起点は、欧州連合条約で調整されたものであり、欧州議会議員選挙は5年ごと6月に実施される。これによって、上述したような欧州政党が委員長候補を立てるということが可能となっている。欧州議会は不信任を決議によって委員長と委員会を総辞職させることができる。過去に欧州議会が不信任を決議したことはないが、 1999年に予算案をめぐって当時の三定類委員会に対して不信任を決議するという実際には三定類委員会が自ら総辞職したため不信任が決議されることはなかった。また欧州連合条約第15条第5項では欧州理事会が妨害行為や重大な非行を理由に委員長の任期を終了させることができるとしている。 欧州委員会委員長は欧州連合において最も強力な権限を持つ地位であり、すべての法律の提案を行い、その執行を確保する責任を負う欧州委員会を統率する。委員長は任期中における委員会の政策方針をまとめるが、欧州議会が同意しない限りは正式に政策を唱えることができない。委員長の任務は委員会を主導し、 委員会と連合全体の方向性を示すことである。委員長は委員、委員長官房、各委員の官房を招集して会議を開き、議長を務める。また委員長は個別の委員を解任することができる。機関としての委員会の業務は連帯責任の原則に基づいているが、権限の点において委員長の行為は機関における主席というものを超えている。 委員長の任務は内閣を主導する首相のそれに類似している。また委員長は欧州連合の内外において委員会を代表する。例えば委員長は欧州理事会を構成する一人であり、また欧州議会や閣僚理事会における会議にも出席する。欧州連合の外部に対しても委員長は連合を代表して主要国首脳会議に出席している。 ただし外交において委員長は外務安全保障政策上級代表や欧州理事会議長などの役職と重複していることがある。ドロールが就任してからは委員長職が大統領制のような性格を持つようになっていき、強力な委員長と有能な官僚はほとんど制止できなくなっている。しかしながら委員会の外部では委員長は欧州理事会と欧州議会の指示に依存している。 ドロールはその任期中において欧州議会の権限を強化し欧州理事会を構成する人数を増やしたことから両者の支持を受けることができたところが現在では加盟国が増えたとえ委員長がすべての加盟国を満足させようとするものであっても次第にすべての加盟国からの支持を得ることが難しくなってきている委員会が欧州議会に対して解散や 選挙の実施を行うことができないにもかかわらず、欧州議会もまた委員会に対する権限が強くなり、また委員会の提案を否決することができるものになっている。委員長室はブルセルのベルレモンビルの最上階にある。委員長は委員長官房から助言を受けている。このような要因が委員長を外部から孤立させている。気候内部において、 その強大な権限や象徴性から欧州委員会の官僚にとって委員長は神のような地位を持っている。委員長は法務局や委員会事務局を管轄する。法務局は法制上の専門的事項に関する法案を却下する権限を持ち委員会事務局は会議やその議題を準備し議事録をまとめる組織である。これらを管轄することによって委員長は 委員会を指揮する際の政治手段を手にすることになり、また委員長職に強力な影響力を持たせることにもなる。上述のように委員長が強大な影響力を持つようになったものの、フランス、イタリア、イギリス、ドイツなどの規模の大きい加盟国が委員長の任務を抑え込もうとしている。このことが欧州理事会議長の常任化につながっていった。欧州理事会議長が 常任化されることで、欧州委員会委員長との内部対立につながりかねないという懸念があるが、この二つの役職の兼務について想定されることがある。欧州理事会議長は加盟国の首相など、国内の役職を兼ねることは禁止されているが、ヨーロッパの機関の役職との兼任は制限されていない。つまり、欧州理事会に出席する。 欧州委員会委員長が欧州理事会議長に任命されるということがあり得るのである。2004年現在で委員長の報給は266,530ユーロである。委員長には皇帝や専用航空機は用意されていないが住居手当、運転手付きの専用車、およそ20人の職員が付けられる。ありがとうございます。